入りますが、小林さん、まずこの初球ですよね。そうなんですよね。こんなにいい球を逃しちゃったんでね、逆にやっぱり攻めにくくなっちゃいましたよね。3球目インコースを投じましたが、これがイマイチだったと、はい、1球目の見逃して気になるんでこういう結果ですけどね、まあ、でもやっぱりホームランバッターですね、あそこまでやっぱりしっかり飛ばしましたのでね、やっと来たっていう感じのボールじゃないですか。小田さん試合はホームラン打てるボールがなかったんだろうですね、はい、話してました。自慢の息子になります。その瞬間何度でも見たいシーンです。打った瞬間のそれと分かるスタンド総立ち。そうですね、もう本人もすぐあのバット振って分かりましたんでね、はい、嬉しかったでしょうね、うん、ある意味バレンティンらしい弾丸ライナーでした。ああ、ちょっとプレッシャーから解放される